カメハメハ一世はハワイ諸島を初めて統一して1810年にハワイ王国を建国し初代国王となった人物である。カメハメハ大王の名でも親しまれる。カメハメハはハワイ語で孤独な人、静かな人の意。なお、ハワイ語は文字を持たない言語であった関係で、古い文献などではハメハメハと表記される例も見られる。 ハワイ島のカッパーウで生まれたなど小説があり、生まれ年もはっきりしないが、いずれにしろ北西部で幼児期を過ごしていて、カッパーウの街中に彼の像が建てられ、隣町のハビ郊外のモーキニヘイヤウに彼の誕生地が祀られている。ハワイ島の主張であったカラニオプーの老いにあたると言われる。青年期には、ヒロで、 那覇の石を動かしたので、将来ハワイ全体の王様になるなどの伝説が色々と伝えられている。おじの死後、その長男のキワラを倒して、島内を掌握すると、イギリスから武器や軍事顧問などの援助を受け、マウイ島やオアフ島など、周辺の島々を征服していった。静敵が火山の噴火や外敵などにより、壊滅状態になったことも統一に幸いした。 18世紀末までには、カウアイ島、ニーハウ島を除く全地域を支配下に収め、1810年に、この2島もカメハメ派に服属して、国家統一を成し遂げた。カメハメ派は、優れた外交手腕で、イギリスやアメリカ合衆国などの西洋諸国との友好関係を維持して、ハワイの独立を守り、伝統的なその文化の保護と繁栄に貢献した。また、 カメハメハ一世が作ったママラホエと呼ばれる法律は、戦時における非戦闘員の人権を保護するものであり、今日では世界中で受け入れられている先駆的なものであった。副王としてカメハメハ二世及び三世を補佐して九州撤廃に努めたカーフマヌがいる。1789年冬、アメリカ人メットカーフ親子が率いるエレアノラ号とフェアアメリカン号が、 ハワイ島を訪問した際、トラブルにより100人余りの島民の命を奪う事件が起こった。これに恨みを持った市長、カメアイモクは、フェアアメリカン号を1790年3月3日に襲撃し、乗組員のアイザック・デイビスを除く全員を殺害した。これを受けて、エレアノラ号は、乗組員、ジョイ・ヤングを調査に派遣したが、ヤングは捕獲されたため、 やむを得ずウェレアノラ号はヤングを残して出航した。こうして、ハワイにデイビスとヤングの二人が残された。仮名愛目の振る舞いに激怒したカメハメハ一世は、すぐデイビスとヤングを保護し、自分の軍事顧問として偶した。それ以来カメハメハ一世は、火器と火薬の調達に勤しみ、火器の使用法や管理法に習熟した白人の顧問を迎え入れた。年には、 600丁のマスケット銃、14門の大砲、40門の旋回砲、6門の小型球砲を保有するに至った。EN、カメハメハスタチューズを参照カメハメハ一世の像は、現在ハワイ州内の3カ所にある。最も有名なのは、ホノルルのダウンタウン、アリーオーラにハレにある像である。この像は1878年に、キャプテン・クックによる、 ハワイ発見100周年を記念して、イタリアで作られたが、輸送の途中海に没したため、再度作られた。左手の槍は平和を象徴し、掲げた右手はハワイの繁栄を表している。像のモデルとなったのは、カメハメハイスイ本人ではなく、混流当時の王であるカラカウアが、宮廷の中から選んだ、特に見た目が美しい男性である。他の二体は、生誕地である、 ハワイ島北部のカパウと東部のヒロにあり、いずれも大王と深く関係した土地である。カパウの像は上で海中へ没し,したのを引き上げたもので、ヒロの像は別に最近1960年代に作られたものである。カメハメハダイ王像はそのミニチュアがハワイの土産物になり多くの土産物屋で売られているなど日本でもよく知られた存在である。ありがとうございます。